皆さんこんにちは。ドラム講師の森田亮太です。この動画レッスンでは、ドラムを叩く上で、こういう風に体を動かせば、楽になりますよ。動かせれるようになりますよ。こうやりやすくなりますよ。というようなことを、どんどん教えています。ドラムを始めたいけど、もう何から始めていいかよくわからない。ドラムをやってるけど、いまいちこう上手くなってる気がしない。練習の仕方がよくわからないんだよなという方に対しての動画レッスンとなります。今回はダブルストロークについてレッスン動画を配信していきたいと思います。ダブルストローク、一度やってみましょう。ダブルストロークは一体どういうものかと言いますと、1回のストロークで2発の音を鳴らすような感じです。1発目は目いっぱい跳ね返らして、2回目そのままの位置で拾うような感じです。この時にですね、よく一番よく見られるのが手首を使って叩いてしまうストローク。これは力が入ってしまうのであまり良くありません。このスネアの跳ね返ってくる力っていうのをできるだけ最大限に利用して叩くような感じです。まずはまっすぐ跳ね返らせるポイント。まずはまっすぐ手を下ろして、スティックをまっすぐ跳ね返らせてみましょう。このポイントが見つけれたら絶対にできます。左もやってみましょう。そしてそのまま、手はそのままの位置のまま指で拾ってあげるだけですね。まっすぐポンと跳ね返らしているような感じですね。もうボールをそのまま持ってトン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 と持ってる感覚に一番近いです。まっすぐ跳ね返らして、そのままの位置で受け取ると、この形がダブルストロークです。次にこのダブルストロークをつなげていく方法ですね。この体の動かし方は8部ですね。8部を叩いてる。同じフォームで叩くような感じです。体の動かし方はこの感じです。叩いたら曲がるような感覚。で、ダブルストローク。これはもう一発目が叩いた時に反対の手が上がってるような状態の手を逆の手が上がってる間に2発目を叩くような感じですね。この時に割とそのダブルストローク自体は割とすんなりできるんですけど、つなげるときにいつもどうしても力が入ってしまうのがよく見られます。こちらは、スティックを一発目叩いたときに上げる動作、上げながら二発目を叩いてる動作、これが逆の手がつられずに上がれる、またはその上がっている間につられずに右手が2発目が叩ける、この動作ができればできます。練習としては8部を4発叩いて、そのままの動きのままダブルストロークを続けていきましょう。
大体ね、テンポが、80。BPM80 から120ぐらいの間を徐々にスピードを上げていけば大丈夫ですね。で、まあ、いきなり速くはしないようにしてください。できるだけ、まっすぐ跳ね返らして、しっかりと拾える状態で、できるテンポで、まず鳴らしていきましょう。無理に速くすると、腕に力が入って、2発目が綺麗に鳴らせません。まずは、しっかりと跳ね返らせるテンポ。この感覚を、ぜひ身につけてください。で、これは、鏡を見ながら、やってみてください。鏡で、動きを確認しながら。この動きですね。この動きを確認しながら、やってみてください。慣れてきたら、ちょっとずつ、もう、5ずつですね。BPM80 やったら、80、85、90。5ずつ上げて、徐々に上げていくような感覚で、ぜひ、やってみてください。必ず、鏡を見ながら、動きを確認してください。うまくいってる方に合わせて、左手が多分あんまりうまくいかないと思うので、右手の動きを見ながら、左手も同じ動きで、ぜひやってみましょう。といった感じで、今日の動画レッスンを終わりたいと思います。また次回のレッスンでお会いしましょう。さよなら。